炎鉄タクシーは、炎鉄グループの企業の一つ、タクシー事業を展開し、事業エリアは、浜松市、岩田市、袋井市、掛川市、菊川市、小西市などである。なお、天竜川伊勢と天竜川伊東では、廃車が異なる、介護タクシーや買い物代行サービスなどのサービスも、手がけており、地域の中では、シェアも高い、円卓の相性がある。また、 従来の観光タクシーの他に近年では、いいなおとらをあしらった、いいなおとら号の運行や、おすすめの浜松餃子店をめぐる煙鉄餃子タクシーの運行など、積極的に展開されており、浜松クリスマスマーケット2018とのタイアップ車両など、イベント類とのタイアップ車両も運行している。このか女性乗務員の積極採用や、NTT ドコモ東海社と共同での AI タクシー、 実証実験などを行っている。バス事業に関しては、従来は浜松市自主運行バスの運行住宅が主体であったが、現在は浜松市自主運行バス以外にも古際入りで線を運行している。これら路線では基本的にワゴン車を使用している。ただし、デマンド方式を採用する便に関しては、予約状況によってはタクシー型車両を用いる場合もある。路線詳細は、 浜松市自習運行バスを参照のこと。炎鉄タクシーでは、湖西入りで線としているが、湖西市自習運行バスとしては、浜名線と案内される。この路線は、炎鉄バス、浜名線入りで系統を引き継いだものである。運行形式としては運行委託に近い形をとっており、車両は、炎鉄タクシーの所属であるものの運行管理は、遠州鉄道のバス営業所である。 優等と営業所に委託されている。車両も浜松市自主運行バス受託路線とは異なり、中型バスが用いられている。以前は、イスズ・ジャーニー KULR332J が用いられていたが、現在は、日野レインボー HRKKHR1G が使用されている。いずれの車両も親会社の演習鉄道から移籍してきた車両である。百二十八号車では、 方向膜は白ステッカーで塞がれ使用されていなかったが、905号車では方向膜が使用されている。方向膜の使用は、円鉄バス、浜名線入りで系統時代とは、文字色をはじめ異なっている。道路線では、ナイスパスの使用が可能。また、円鉄バスの旧運賃体系を引き継いでいるため、現行の円鉄バスの運賃体系とは一部で異なっている。なお、 浜松バスなどとともに、初乗り運賃は全線で100円となっている。当路線の詳細は、湖西市自主運行バスを参照のこと、遠鉄タクシーのジャパンタクシーバス部門の所属車両を除く。遠鉄タクシーでは、ハイブリッド車両を積極的に導入しており、以前はプリウスが主体に導入されていたが、現在はジャパンタクシーを主体に導入している。車両数車種使用車種のみ記載。 以前、クルーも少数導入された。ありがとうございます。